ここからは、本人による副音声でお送りいたします。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。まず第1音目はですね、これ第3音から始まっていますので、あんまり華やかになりすぎないようにという注意点を持ちながらやっております。でこの動詞ラソーはね、終わりすぎない、そしてソドビソー、ソドビ結構歌いがちなんですが、皆様あんまり歌わないでまっすぐ歌っていただいて、ソドラファミレファミレ、ここまで引っ張りますね、フレーズで。消えるかと思いきやまた冒頭に戻ります。そしてここでね、スタッカート難しいんですが、あんまり切りすぎず、なんでしょう、いい塩梅に仕上げましょう。でドーで頂点を迎えないで、まだですよまだですよまだですよ、はい、ここです、ここまで引っ張ってください。装飾もね、このテンポの装飾ということで、あんま早くなりすぎないように、あくまでも表現の一部にしましょう。発音が難しいですね。僕は基本ノータンギングでこういう音域はやりますが、皆様綺麗に発音してみてください。装飾は前出しにしています、ちょっと華やかになるように、はい。ここの指使い注目ですね。ビスキーで取って TC でドシドシらしいです。はい、でここのアクセントちょっと深めにいってください。アクセントきつくならない、ビンタしたみたいにならないように深めにいってください。で16バップ十分に歌って、で C でもこれは頂点を迎えすぎずに、まだまだフレーズを引っ張ってここまで着地、浮遊感を味わって、はい、ここのスタッカーとかなり印象的かと思いますが、この休符の間もずっと響きがこう展開していくように、ここのドレミファソラシーはですね、オペラ歌手のようにあんまりこうテンポにきっちりこだわりすぎず、ちょっとこう動かしながら歌ってみてください。ソーはずっとこう展開というか進んでいくようにして、でこのアクセントを使ってまた冒頭に帰ってくるような、そういう表現を見せたいです。ここは妖精のように軽く、はい、まっすぐ行きますよ、まだですよ、頂点はまだですよ、次ここサイドで行きましょう、ここまでドミナントですね。トリルは機械的にならないように、こちらもあくまでもこう心のこう揺らぎとか高揚感とか、そういうものを誘うようなトリルにしていただいて、ここはコンチェルトのカデンザの入りのような、そういう華やかさが欲しいです。でここのアドリブはね、こう落ち葉が上から降りてくるような、そういう印象で、だんだんこう軽さの軽いものが重力を使って落ちてきて、そしてここで、ここ難しいですね、ドをあらかじめ押します。そしてここはサブトーンでございます。サブトーンは歯を浮かして、やってください。